皆さんこんにちは、Bレジェンドのダンです。今回は高重量で腕のトレーニングをしているのに腕が太くならない真実というような内容でお送りしていきたいと思います。Bレジェンドの公式 LINE ではお得な情報などを掲載しておりますので、ぜひ気になる方はリンクからチェックしてみてください。高重量を扱っているのに腕が太くなりません。腕トレを一生懸命やってるのに腕が太くなりません。こういう質問って結構来るんですよね。まあ、僕自身がね、そんなに腕が太いわけではないんで、まあ、僕で言うとこのぐらいなんですけど、この腕を作るにあたってどう意識してるのかっていうのと、まあ、高重量をぶん回すからといって腕が太くなりませんよっていうことを今回はこの動画で伝えたいなっていうふうに思います。高重量を扱えって発信する人もいっぱいいると思います。高重量扱うのはまずはすごい重要にはなるんですけど、あの人らが背中をのけぞりながらアームカールしてる重量、すごい重量じゃないですか。それを真似して重い重量上げるときはのけぞりゃ上がるから、とにかく負荷を乗せようぜっていうので真似をする人もいっぱいいるんですけど、腕がすごい太くて高重量をのけぞりながらやってる人たちはトレーニングが上手すぎるんですよね。こうのけぞってるにもかかわらず負荷がずっと二頭筋に乗ってるんですよ。ただこれ見よう見まねでやっちゃうと、二頭筋って全く負荷が乗らず腰が危ないだけだったりとか、こうやって肩が上がってるから二頭筋というよりかはこう僧帽筋が収縮していたりだったりとか、まあ、前腕でグッと握ってるから前腕がすごい疲れてきたりとか、結果的に二頭筋の負荷が少なくて周りの筋肉の代償動作で稼働してるんですよね。本当にそういうのはよくジムでも見てて、振り回すにしても遠心力使って振り回して、でネガティブの時に大体上手い人はグッて力が乗せれるんですよね。遠心力を使っても、遠心力を使って上げてる時もなお意識できてて、ここで収縮してから下ろす時にグッと一気にもう 100% で力を発揮できてるんですけど、見よう見まねでそれをやっちゃうと全くもってそんなことできないんですよね。なのでまず太くならない人、負荷がちゃんと乗っていますかっていうところですね。しっかりと負荷が乗ってるのにでかくならない人っていうのももちろんいます。で、僕はですね、高重量も回数を重ねる種目もやってきたんですけど、僕は回数やって腕が太くなるっていう自分なりのデータがあります。僕自身はだから高重量を扱うよりもしっかりと二頭筋を意識しながら扱える重量を回数を行う、10回3セットとかじゃなくて20回3セットとか10回休んでドロップして、そのまま休憩せずにドロップ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 で合計40回ぐらいを3セットとか、こういうやり方が僕は一番腕が成長したなっていう風に感じてます。僕も60キロのバーベルアームカールをブン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 回してたことあるんですけど、体が疲れるだけで一切腕が太くなる感覚なかったんですよね。で、周りの人と一緒にトレーニングとかするってなった時も大体体が変わってると褒めるんですよ、マッチョって。でもそこ正直なもんで、ちゃんと変わってるところ以外は褒めないですよね。腕トレ、高重量やってた時は一切それについて触れられないんですよ。でも回数を重ねてやってる時に自分でもパンプアップの感覚も良ければ、あ、なんか最近腕良くなってきたかなーと思ってたら、一緒にトレーニングとかした時に腕太なったなって言われることあるんですよ。これは僕が高重量をやめた時に限って言われるんで、トレーニングが下手くそなのもあるかもしれないんですけど、高重量がやっぱり負荷が乗ってたとしても低重量高回数で行う方が体的にはあったっていうことですね。これチキン側近の関係とかもいろいろあると思うんですけど、自分が僕チキンが強いのか側近が強いのか何も調べたことないんで全然分かってないんですけど、人によって変わってくるなっていうふうには周りの選手を見てて思います。高重量扱っててデカってなって、まあ俺も高重量扱った方がいいんかなって思う人もいれば、違う選手でうわこの人腕太なったなと思って喋ってたら高重量をやめたっていう話を聞くこともあるんですよ。だからやっぱ共通してる人もいるっていう中で、人はそれぞれタイプがあるんで、高重量を扱いつつ回数をやらなあかん人もいれば、回数だけで成長する人もいれば、高重量だけで成長する人もいます。トレーニングのタイプってやっぱり腕だけに限らず胸も背中も全体的に関わってくる問題ではあるんですけど、一概に全員がこのやり方が正しいっていうのはないので、高重量をずっと頑張って扱ってんのに腕が太くならないっていう人は一旦高重量を避けて、コントロールできる重量を高回数でやってあげるっていう意識でやってあげるといいんじゃないかなっていうふうに思います。まあこの高重量に限らず食事とかでもだいぶ変わってきます。ただ胸、背中、肩成長するのに腕だけ成長せえへんとかやったら食事とかには問題はないんじゃないかなと思うんで、シンプルにトレーニングだと思います。ただ全体的に成長しないなっていう感じる方はもしかするとトレーニングの質もそうかもしれないですけど、どちらかというと食事面だったりとか睡眠の質だったりとか普段の疲労感だったりとか、そういういろんなポイントが出てくるんですよ、原因として。
それぞれ一つずつ埋めていって睡眠もできてるし、疲労もそんなに溜めてないし、食事もほんまにちゃんとしてる、計算してもやっぱりカロリーとしても足りてるのに成長しない、やったらもう確実にトレーニングになってくるので、トレーニングっていうところもしっかりとフォーカスはしていた方がいいんじゃないかなというふうに思います。食事とかちゃんとしてないのであれば、一旦食事をちゃんとすることで高重量扱ってても、もしかしたら成長するタイプの人かもしれないので、高重量扱うことは全然いいと思います。高重量自体はめちゃくちゃ僕は推奨します。ただ怪我しないようにはしてほしいんですけど、でかい人は高重量扱ってる、やっぱこれを目の当たりにしてきて高重量は重要やなと思うんですけど、高重量を分回すのか、高重量の負荷をしっかり受け止めれるのか、これができるかできないかが大きく変わってきます。高重量扱ってるのにこんな成長せえへんなって人は、大体体の使い方が上手くて上げれちゃってる。ただ本当にでかい人はもう見てるだけで効いてるのが分かるぐらい上手な方々が高重量扱って、えげつない体ができてくるんですよね。素晴らしい。もう腕に限らず全般的になんですけど、成長しないなと思ったら一旦軽い重量でしっかりとやってあげてください。で、特に腕は回数やっても太くなる筋肉になるので、まあ、胸とかはね、回数やることによって筋肥大には特化しないっていう言い方とかもいろいろあると思うんで、6回から12回上がる重量でやるイメージがあると思うんですけど、肩とか腕とかこの腕周りは回数膨らましてもしっかりと成長する筋肉になるので、コントロールしてできる重量で設定してみると進化するんじゃないかなっていうふうに思います。ぜひ参考に腕トレを見直してみてください。今回の動画が良かったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ビレジェンドの公式 LINE ではお得な情報なども掲載しておりますし、概要欄には新商品の情報なども掲載しておりますので、ぜひ気になる方はリンクをチェックしてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。